石井はじめは、日本の政治家。衆議院議員、参議院議員、国土庁長官、自治大臣、国家公安委員会委員長、衆議院内閣委員長、公職選挙法改正に関する調査特別、委員会委員長、政治改革特別委員長、決算委員長、決算行政監視委員長、参議院予算委員長、 民主党国会対策委員長、同選挙対策委員長などを歴任。元参議院議員、日本国特命大使の石井十二は弟。おいに、兵庫県議会議員の石井健一郎、西宮市長の石井俊郎がいる。二人とも、石井はじめの元政策秘書であり、俊郎とは、養子縁組をした。兵庫県議会議員の石井秀武は親類にあたる。 危機管理都市推進議員連盟会長。日本音楽家協会会長。日本ジャズ音楽協会会長。上海大学顧問教授。イオンド大学名誉教授。太平レコード社長で、後に自由民主党兵庫県議会議員を3期務めた、石井博士の長男として、兵庫県神戸市須磨区に出生。小学校5年生で、太平洋戦争敗戦と同時に、 政治家を志す。神戸市立西須磨小学校、高南中学校を経て、高南高等学校に入学し、弁論部に所属した。1957年に、高南大学経済学部を卒業した後、アメリカに留学。1960年、スタンフォード大学大学院政治学研究科を修了し、修士号を取得。同校の女子となる。帰国後。 合氏公平のつてで、合氏が専務理事を務めていた日本生産性本部の職員となる。1967年29歳の時、第31回衆議院議員総選挙に旧兵庫一区から立候補するも落選。浪人期間中は田中角栄の施設秘書を務めた。続く1969年の第32回衆議院議員総選挙に立候補し、 初当選。1975年12月の三木改造内閣で、労働政務次官。1976年の福田、武雄内閣で、運輸政務次官に就任。運輸政務次官時代に、日本赤軍の起こした、脱火日光機ハイジャック事件に、日本国政府派遣団長としてハイジャック犯との交渉に当たった。この事件に便乗して発生し、 身代金強奪を目論んだ現地バングラデシュのクーデターに巻き込まれながらも人質の解放には成功したが、身代金600万米ドルの支払いと政治犯の長方期的措置釈放というハイジャック犯の要求を飲む形に終わり、釈放された政治犯は現在も数人逃走中である。 1983年、第37回衆議院議員総選挙で落選。1986年、第38回衆議院議員総選挙で自民党が大勝し、石井も国政に復帰した。1989年、第1次山内閣の国土庁長官として初入閣し、また国務大臣として研究。 学園都市の建設を円滑に推進するため、行政各部の所管する事務の調整や、国際下と緑の博覧会の円滑な準備及び、運営に資するため行政各部の所管する事務の調整も担当した。しかし、一方で1990年には、ハワイの未公開資産保養地所有が問題となった。1990年9月の、 金丸法長団派遣に先立って、北朝鮮による拉致被害者、有本恵子の父、有本昭弘が、石井の事務所に1988年に、石岡徹が北朝鮮から送った手紙のコピーを持っていくと、石井はコピーをちゃんと金丸真に渡すと約束し、自分も責任を持って北朝鮮側に訴えると有本に誓った。しかし、 日朝会談を目前として、石井は、あんな手紙ぐらいじゃと有本を突き放し、先見隊が相手側に何も伝えていない状況にあることを示唆した。有本がこれに抗議しても、話には耳を貸さず、盛んに他の話題に話をすり替えた。事実上、有本の訴えと石岡の手紙は、石井はじめの手によって握りつぶされたに等しかった。1991年には、 全国日朝友好促進議員連盟法長団の相談長として北朝鮮を訪問したが北朝鮮からの石岡の手紙についてはこれを抹殺した金丸法長団を皮切りに与い野党を問わず石井を含めて多数の国会議員、地方議員が先を争うように平壌を訪れたが拉致の言及は一度もなかったという竹下派分裂に際しては 羽田勤、つとむ、小沢一郎側に組みし、羽田派に所属した。1993年、宮沢内閣不信任案が提出されると、羽田派の一員として、内閣不信任に同調し、自民党を離党、新政党に参加する。細川内閣が成立すると、石井は衆議院政治改革特別委員長に就任した。1994年4月、 羽田内閣が成立すると、自治大臣権国家公安委員会委員長に就任し、また、国務大臣として政治改革を推進するため、行政各部の所管する事務の調整も担当した。同年、新進党に参加するが、最後は小沢一郎への批判を強め、1998年の新進党回答直後は、 かの道彦を代表とする国民の声に参加した。その後、民政党を経て、民主党に参加、党国会対策委員長に就任する。1999年、民主党筆頭副代表に就任。民主党と自由党の合併が懸案となると、民主党内保守系の幹部として推進派となる。2002年、野党結集準備委員会委員長となり、 民予資合併を推進した。2005年9月11日の第44回衆議院議員総選挙で落選。2007年7月の第21回参議院議員通常選挙で比例区から立候補し当選した。2007年8月東北代表に就任。2007年には参議院予算委員会で公明党と総科学会が 表裏一体であることを指摘し、国政選挙で公明党議員が当選した場合、衆参それぞれ300万円、600万円の献金がなされるが、その献金がどこへ入ったかは不明になっているという、公明党議員の P 献金なる、総価学会への献金について言及した。2009年1月20日の予算委員会での質問において、 首相の麻生太郎に対し、麻生自身が書いた文芸春秋掲載の手記に出てくる難解な漢字をテスト形式のフリップで出し、本当に麻生自身が書いた手記なのかの回答を迫った。迫られた麻生は書かせていただいた。皆さんが読みにくいのは、三やつしぐらいじゃないかと言い返し、石井は、じゃあ、なぜ、溝右う,うなんて言うんだ。率直に認めないと、 また支持率下がるよと皮肉を述べた。なお、この漢字テストに対して、経済危機で政治対策を行わなければならない時期に無駄なことをやって、税金を無駄にするなと、国民から批判が殺到、また民主党内の一部議員からも、イメージダウンになると苦言を呈された。2010年3月4日、厚生労働省局長らが不正関与に絡んだ。 障害者郵便制度悪用事件において、元厚生労働省局長の村木厚子が、虚偽誘引公文書作成などの罪に問われた、裁判では、自称障害者団体、林の会から依頼を受けた石井が、村木に口添えするように言ったと大阪地検が指摘、法廷において、林の会に依頼され、石井が口添えを記した、倉沢の手帳を、大阪地裁は、証拠採用した。 一方、石井は、弁護側証人として出廷し、午前中後半では、林の海が石井に口添えを依頼した日の2004年2月25日は、千葉県のゴルフ場に行っており、不在だったと証言したが、検察側は、午後に入り、一緒に行ったという議員はその日、国会の委員会に出席していた記録があると、指摘した。これに対し石井は、国会のルーズなシステムで、 会議に出席しなくてもいいんであれば出席したことに、され記録が残ると説明。ゴルフに行ったのは、間違いないと反論した。弁護側によると、ゴルフ場の来場記録には、石井とこの議員の名前があったといい、裁判官はこれを証拠採用した。さらに石井は、この裁判は検察の倫理、検察の存在を問うている。検察は善であり、 公正無視であるとの面目を果たしていただきたいと述べ、検察が自発的に何らかの責任を取るよう求めた。出廷後の記者会見で、事件には無関係と主張。この事件の真実は、検察側の捏造であり、石井議員と村木局長は全くの濡れ衣であった。2010年6月7日、菅直人新執行部で、再び東北代表に就任。 2011年4月14日、東日本大震災復興予算年出のための ODA 削減案に反対する超党派連合のメンバーとして名を連ねる。2011年5月4日、フィリピン元老院議長不安ン声援に入れと2011年5月5日、日本、フィリピン友好議員連盟会長としてフィリピン訪問中、二人の民主党議員とともに、 セントエレナゴルフクラブで被災者の方から見ればなんだという気持ちになるでしょうねと意識しながらも国外であれば目につかないと思ったとして東日本大震災後発のゴルフを満喫した同年5月9日非常に不適切なものだという認識はしていないがよくよく考えたらもう少し自制をしてもよかったかなという風な気持ちはありますけれどもと表明しつつも一度だけと 釈明していたが、実は、複数日にわたって、ゴルフを行っていたことが発覚し、兼務していた、民主党東北地方太平洋沖地震対策本部、副本部長の辞表を提出し、受理された。2012年にも、同様に、フィリピンを訪問したが、当初の届け出では5月3日から6日の、訪問予定であったが、実際には4月27日から5月7日の、 訪問であった。参議院規則では、国会会期中に7日間を超えて海外へ渡航する、場合には、本会議の議決が必要だが、無断で、訪問日程を変更した。同年5月10日、この責任を取る形で、参議院議長の平田健次に、参議院予算委員長の辞表を提出した。2012年7月、離党した山岡健次の公認として、 民主党副代表に就任。2012年10月、サニー・ミオサニー委員長に復帰。2013年7月21日、第23回参議院議員通常選挙で落選。2014年4月、曲日大受賞受賞。ありがとうございます。